試合の入り方が違います。果たしてこの試合でサポーターを待っています。こちらがに込む味方にビダルのスルーパス。この攻撃はここまでのようです。ボールがフリーになりました。マドリードが一気にひっくり返されてもおかしくありません。試合の流れが来ています。サポーターもそれを感じているようですね。このコーナー粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。いきなりイエローが出されています。この後激しく行きづらくなりますから、この時間帯でのカードは痛いですね。ゴールへ飛ばさないと意味がありません。クロースのコーナーで再開。入ったー。これだけいいボールが来るとちょっと対応も難しいかもしれません。ディフェンスの対応が一瞬遅れましたね。いいところへのコーナーキックでしたね。レアルマドリードが得点しました。セットプレーはかなり練習しているようです。ここは冷静にペナルティーを決めました。シュートはポストに当たりましたが、跳ね返ったボールはゴールに入りました。